サッカーはどこでもいつでも、アイデア一つで、たとえボールがなくてもプレーすることができます。なのでみんなの想像力と、アイデアで、この難しい時期を乗り越えてください。そして、もちろんサッカーの練習と勉強も忘れずに。皆さん今できることをやりましょう。今は、自粛中ですが、外出しない、手洗いうがい、しっかりする、これをみんなで協力して、この現状を乗り越えていきましょう。またみんなが笑顔で会えるように頑張りましょう。今は、みんなが体験したこともないぐらい大変な時期だと思いますが、力を合わせて乗り切りましょう。そして、家の中でたくさんボールに触って、この期間にライバルに差をつけましょう。そして、勉強も忘れずに。家の中でも今できることを未来の自分のためだと思って頑張ろう。